広畑健は昭和時代に活動した日本の洋画家である。主に抽象画を描いた。残されている作品は少ない。ミルク、宮城県美術館像1911年2月21日、秋田県仙北郡中山町和座大清水に高橋幸之助、絵師の次男として生まれた。本名は健太郎である。四人兄弟である。1918年に、 清水神城小学校に入学、その後、小学2年の夏に養子話が持ち上がり、1919年9月19日、養子縁組の手続きが取られた。これは、母の妹で、小賀氏、脇本の本名寺に嫁いだおばの豊に子がなかったためである。養父は、広畑高道、健太郎は養子に入ってから名前を乗り道と改めた。 脇本神城小学校3年に編入学され、1923年3月、脇本小神城を6年を卒業した。翌1924年、仙台市の仙団中学に入学。ここで、寮生活を送った。この学校は、総東州の僧の養成学校である。卒業後の1930年、養父の勧める仏教系の大学を断って、 日本大学英文化に入学した。この頃、近所に住む第三東京私立中学校の美術教師、風間直江に石膏デッサンを習い始め、美術に関心を示し始めた。その後、目白のプロレタリア美術研究所に通うようになる。その一方で、養父からの仕送りは途絶え、友人、知人の家を渡り歩いて生活するほど異色にも困り、大学も2年で中退した。 洋歌の方は、乗り道が装飾につかないことから、競技離縁し、1934年9月に聖火に復席した。この少し前から、広畑健を名乗るようになっていた。1935年春には、見かねた兄が上京し、広畑は聖火に連れ戻された。聖火に戻ってからはすることがなく、家の周辺を散歩したりスケッチをしたりしていたが、成田忠久から、 新聞記者になるよう勧められたので、秋田市に引っ越し、勇敢秋田の新聞記者として働くようになった。この頃、平野博士の招きで高城町に越してきた藤田つぐじを取材。藤田に眼下されて、連日、藤田の制作現場へ通うようになり、藤田の助手として道具運びや水汲みなどを手伝った。1937年の初め頃には、 夕刊秋田は、廃刊同然であり、広畑の記者としての生活も終わっていた。藤田が、壁画、秋田の行事の制作を終え、秋田を去った後、広畑は再度上京し、阿佐ヶ谷に曲がりして、絵の制作を始めた。1937年の日課展に、山小屋が入選、この後まもなく東郷政治を訪ね、以後しばしば東郷のアトリエに通うようになった。ここで、 東郷の弟子の一人だった神谷信子と出会う。1938年9月頃、当時23歳だった藤原厚子と結婚した。ただし、婚姻届を出したのはずっと遅く、太平洋戦争後の1946年2月になってからである。1939年になって、西画界の中で前衛的な傾向の若い画家たちと共にに家内に救出会を、 作った。参加したのは、広畑以外では、山口長男、斉藤義重吉原春吉、洋山ういち、桂幸氏松本俊介、山本圭介である。このうち山口、吉原らがリーダー格だった。その他、同年の絶対像派協会の結成にも参加した。1941年秋頃、建築デザイナーの水島正夫と知り合い友人。 関係を結ぶようになった。一方、この頃になると、妻の東子とは別居して、神谷信子と愛人関係になり、神谷の自宅がある久我山で同棲していた。後年、東子とは、数おかずめを設けるまでに至った。東子の方は、阿佐ヶ谷の自宅に住み、要塞の内職で、細々と生活していた。太平洋戦争中は、東子は一時期郷里の秋田に疎開したが、 広畑の方は、東郷政治が軽井沢に疎開したのを追って、終戦時まで東郷の諸生のような生活をしていた。終戦後になって東郷は上京してくるが、最後まで神谷信子との関係を立つことはできなかった。太平洋戦争後、再建された西中井の第一回転に、中将が、らにゆえ、パン中ルを出品して、特賞を受け、西中井院に推挙された。 さらに1947年にはにかかい無関査になった。同年に自由美術協会に移籍し、白の作品 A、白の作品 B を出品した。1948年10月9日、自由美術の会合のご友人の水島正夫と新橋付近で飲み歩き、東京駅で中央線の立川駅の終電車に乗ったが眠り込んでしまい、吉祥寺ではなく、 終着駅の立川まで乗り過ごしてしまった。久賀山まで歩いて帰るところを、同駅構内で車庫に戻るためにバックしてきた電車に、引かれて、事故死した。法名は、不明院、送風人切りこじ。聖火に近い大清水墓地に埋葬されている。同年には、日本橋柳屋が廊で、翌1949年には、北総画廊で、遺作展が開催された。 ありがとうございます。